こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、40代だからこそ効果的、女性をメロメロにするセリフとはというお話をさせていただきたいと思います。で、これはもちろんね、40代じゃなくても効果はあるんですけれども、40代だからこそグサッてくる、この人40代なんだけどそういうこと言ってくれるんだみたいな風に女性がこう心がドキッてするようなセリフがあります。で、そうじゃない人、もちろん50代だって60代だって使えるんですけれども、若い人もいずれ40代になりますし、今使っていただいても全然 OK ですので、ぜひね、今日のお話も参考にしてみてください。はい、では内容いきますね。まず一つ目はそうだよねっていう言葉です。もちろんこれって承認ワード、ね、相手を、認めておりますよ、認めていますよっていう言葉になるので、そのそうだよねっていう言葉が、すごく女性にとっては温かい言葉に聞こえたりとか、安心する言葉に聞こえたりするんですね。で、そのそうだよねっていう言葉を若い人が言ってももちろん嬉しいし、もちろん、メロメロになるんですけれども、でも、40代だからなぜ、メロメロになるかっていうと、落ち着きがあるんですよ、声に。だから、そうだよねっていうのにしなくて、そうだよねみたいな感じ。わかります？この違い。その本当にそうだよねって思ってるような、その落ち着いた感じのそうだよねが、あ、私のことめちゃくちゃ認めてくれてる感が出るんですよね。なので、そのそうだよね、わかるよみたいな感覚ですね。こういうイメージで言ってあげる。そうだよねみたいな感じではなくて、僕がその生きてきている経験があるからこそ、君の気持ちがわかるよ、そうだよねみたいな感じです。そういう意味で、そのそうだよねっていう相手の言葉、女性の言葉を認めてあげるような、そうだよねっていう言葉、女性はすごくキュンときて、ドキッとして、そしてメロメロになっていくんですよね。なので、落ち着いた感じで、本当に心を込めてそうだよねって言ってあげる、女性に響く、心に響きます。男性は理論理屈で物事を考える人多いんですけれども、女性ってハートで感じる人が多いんですよ。感覚、女性は感覚で物を感じているんですよね。なので思考が働いてないんですよ。だから、その一つのトーンだったりとか、一つの言い方だったり、それだけで相手が何を言っているのか、感じる場合が多くあるんですよ。男性は結構考える、思考論理ね、理屈論理で考えるから、こういう風にしたということは、こういうロジックがあって、故にこうだろうみたいな、なんかその理屈で物事を考えるんだけど、女性の方がもう感覚。よくね、女性がいきなりヒステリー起こしたとかいうの聞くじゃないですか。男性は女性のヒステリーが嫌いっていうね、引いちゃうみたいなのを聞くんですけれども、それって女性は論理的にもし考えることができたら、ヒステリーなんか起こしたら、相手がすごく嫌な気持ちになることぐらいはわかるはずなんですよ。でも、その論理、理論、理屈とかそういうのを吹っ飛ばして、自分の感情が爆発しちゃうわけですよね。ごめんなさいね。そう。なので、悪気がなくても、その感情というハートで感じたものを一気にわーってやってしまうのが女性という生き物なんですね。なので、それを利用した、心を褒めた、本当にわかるよ、そうだよねっていう言葉を言ってあげるだけで、言葉に重みが出るんですよ。ね、言葉に重みが出て、その重みというものは見えないけれども、女性はその見えないものを感覚で感じて、あなたに好意を持っていきますので、ぜひ心を込めて、で、そうだよねって言ってあげるといいと思います。はい、そして二つ目はですね、守りたくなるという言葉ですね。これも若い人が守りたくなるって言ってもめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、でもやっぱりね、生きてきた過程っていうのがあるじゃないですか。40代にもなるといろんなことを経験してきてると思うんですよ。いいこともそうではないこともいろんなことを経験してきて、そして今がある。だからあなたは本当にね、素晴らしい方だと思うんですよね。そのいいことも悪いことも経験してきた上で、そんな自分だからこそ守れるんだよっていうような意味が伝わるんですよね。
なので若い人がもちろん言うのは全然 OK なんだけれども、リアリティがあるって言った方が分かりやすいかな。なんか本当にこの人私のことを守ってくれそうだな感が40代の人が言うと出てくるんですよね。まあもちろんアラフォーとかもそうですけど、もちろんそれ以上で30代とかだとなんかこうもちろん素晴らしいんですよ、それ20代とかでも素晴らしいんだけれども、なんかこう共に頑張ろうよ感が強く出ちゃう場合があるんですよ。なので、全然言った方がいいですし、それはどんどん言い続けてあげていただきたいですし、言われた女性はもちろん嬉しいんだけれども、40代以降だと、リアリティ本当にこの人守ってくれるだろうなみたいな、若い頃だとあそういう風に思ってくれているんだねっていう気持ちが嬉しいよっていう感じで、40代以降だと本当に守ってくれそう安心みたいな感覚、だから嬉しいと安心っていう感じかな年代別に。で女性は安心感が欲しいので40代以降の男性が本当に守りたくなるよって言ってくれると女性はすごくホッとする。でホッとしてあもう私そんなに頑張らなくていいんだっていう風に、自己承認を始めるんですね。で自分を承認できるアシストをしてくれたあなたに対して女性っていうのは好意を持っていきます。ですのでぜひね、何々ちゃんって守りたくなるよっていう風な言葉を、心を込めてかけてあげるといいと思います。はい、そして3つ目、これは褒めるです。これはですねもう本当に、年代関係なく性別問わずでも誰にでも褒めるという言葉を言っていたはね、言うようにしていただきたいんですけれども、褒めるっていうことでもやっぱり経験があると重みが出る。でただただ可愛いねとか褒めるのではなくて具体的に褒めてあげるといいと思います。例えばね、私今こうパープルの洋服を着てるんですけれども、なんかその上下のバランスとかそういうのがすごく色のチョイスとか、ジュリさんの色の白さに合っててすごく似合ってますねとかね、そういうこう細かく褒めてあげる、例えば胸が大きくて足が細くてとかそういうのはダメですよ。じゃなくて、気に入っているだろうなって思う洋服を褒めてあげるとか、お仕事に対する思いっていうことねが会話で出た場合はそういう思いに対してジュリちゃんがそうやって生徒さんのことを考えていて、前向きに何とかして良くしたいって思っているっていうその姿がすごく素敵だと思うよみたいな感じで、もう経験とかそういう女性の、ただ女性がっていうよりはその人の内面とか行動とかそういうのを含めて褒めてあげるということをするとすごく女性っていうのは私のことを見てくれてるんだ、細かく見てくれてるんだ、私にすごく興味を持ってくれてるんだっていうふうに思って安心します。でいつも言ってるように安心をくれる人に対して女性っていうのは好意を持ちます。なのでぜひね細かく褒めるっていうことは、全員にはやってほしいです。全員にやってほしいんですけれども、それに重みが加わるので40代だと。もちろんそうじゃない人もやってみてください。これ細かく具体的に褒めるっていう方法はもうね老若男女問わずすごく皆さんに喜ばれる、そして愛される好かれる、技法になっておりますので、ぜひぜひね私が今言った事例を参考に、褒めることをしてみてください。はい、じゃあおさらいしますね。まず1つ目、そうだねっていうのを心を込めて言ってあげる、ね、重みが出るのでそのそうだねに気持ちが乗っかる、その気持ちが女性には伝わるんですよ。なのでぜひね心を込めてそうだねって言ってあげてください。そして2つ目は守りたくなるです。まあ、もう全部ねこれ守りたくなるっていう言葉もやっぱりリアリティがある、だからこそ心を込めて本当に守りたくなるよっていう言葉を恥ずかしがりながら言うとやっぱりこうリアリティが減っちゃうので、ズバッと言う、もう本当何々ちゃんって守りたくなるよねみたいな感じでズバッと言う、恥ずかしがらずにズバッと言う、あんまりしっとりしなくていいですよ、しっとりしなくていいけど本当に私だったら本当ジュリちゃんって守りたくなるよねみたいな感じでもう最後目をガッと見るとかね、そういう感じで言ってみるといいと思います。そして3つ目は褒めるです。具体的に細かく褒める、ね、具体的に細かく褒めることによって
女性というのは多大なる安心感を得ます。多大なる安心感を得たあなたに女性は恋をしないわけがないです。ぜひね、具体的にいつも褒めてあげてください。はい、今日はですね、モテオくんは見破っている一瞬でわかる女性の嘘というお話をさせていただきたいと思います。で、まあ、同じ女性としてね、女性が嘘をついているのを見破られてしまうのはとってもデメリットではあるんですけれども、でもちょっとね、今日はあなたに幸せになっていただきたいので、その嘘っていうのと、なぜ女性が嘘をつくのか、婚活事情で婚活ね、現場で嘘をつくのかっていうものも含めてお話をさせていただきたいと思います。で、女性がなぜ嘘をつくのかというと、女性っていうのはやっぱり多くの人が結婚をする相手で人生が決まるっていう風に思っているんですね。だから自分にとって最善で最高の男性を探したいと思っています。だから嘘をついてでも自分にとって一番素敵な男性ってどの人なんだろうっていう風に命を懸けてやってるわけですね。で、これって男性が命を懸けてお仕事頑張ってるのと同じぐらい、女性は婚活というお仕事を頑張っているわけなんですよ。まあ、その嘘がいいか悪いかって言ったら正直良くはないので見抜いていただいて、その上であなたがどう判断していくかっていうのは必要になってくるんですけれども、でも女性っていうのは、例えば彼氏がいても、ね、もっとよりいい人、その彼氏に不満があって、もっといい人を探したい、ね、もしかしたらあなたの方が今の彼氏よりも幸せになれるんじゃないかなって思った時に嘘をついたりします。だからもっとあなたの方がいいかもしれないって思っているってことをね、ちょっとね、多めに見ていただければと思います。あとはいろんな人を見た上で、その中で一番いい人を選びたいっていう風に思っている可能性もあります。ただもし相手の女性が彼氏持ちの場合、ちょっと面倒くさい相手の彼氏持ちだった場合は時間がかかったりとかする場合があります。なのでもし彼氏持ちだなこの人って思ったら、身を引くっていうのも一個の手。もしあなたが早く彼女が欲しい、早く結婚したいと思うのであれば、その身を引くという選択肢もあると思いますので、じゃあ一体どういう嘘をつくのかっていうのを細かくお話をさせていただきたいと思います。まず一つ目はですね、土日、相手が例えば土日が休みって言っているのに、土日に会いにくかったりすると彼氏がいる可能性があります。で、女性っていうのは本当に会いたい人って時間空けるんですよね。だから彼氏がいたら、ね、彼氏も土日休みだったら基本土日は彼氏に費やす、それ以外の日にちを使って婚活をしてよりいい人を見つけたいって思うわけですよね。で、平日休みとかだったらちょっと分かりにくくなったりするんですけれども、相手の女性の休みの日に会いにくいっていうのは彼氏がいる可能性が高い、まあ、これはあくまで可能性なので一概に絶対そうとは言えないんですけれども、可能性が高い。なんで会えないかっていうと、彼氏と会っていてそれ以外の場で婚活をして、それ以外の日にちで、選んでこの人いいかなっていうふうに会う時間はそっちに費やしてるっていうことになりますので、土日とか彼女の休みに会えないっていうのはちょっと嘘かもっていうふうに思ってみるといいと思います。そして2つ目、質問。例えば本当に彼氏いないんですかってあなたが聞いた時に、逆にね、男性ってじっと見つめられると嘘ついてる時は目をそらします。そらすんだけれども、女性はじっと見られて本当に質問されて、本当に彼氏いないのって聞いた時に逆にじっと見つめてきます。いや絶対いないからっていう風に、逆にじっと見られた時は、あれ、これはもしかしたら彼氏いるかなっていう風に思っていいかもしれないです。これも絶対ではないので、相手の態度とか相手の言葉とかそういうものを含めた上で判断していただきたいんですけれども、じっと見られるとね、罰の悪い質問をされた時に男性は目をそらすけど女性はじっと見るっていうことをずっと覚えておくといいと思います。そして3つ目、文章ですね。口数が多くなったりとか、文章がいきなり量が多くなったりとかします。例えば本当に〇〇ちゃん
例えばですけど、本当に彼氏いないの？そんなに可愛いのにモテないわけない気がしちゃうんだよね。だってなかなか会えないしさーみたいに言ったとします。そういう時に、いやでも土日は友達と遊ぶことが多くって、結構この人この人この日は友達と遊んでどうたらこうたらみたいな感じで、急に口数が多くなったりですとか、急に早口になったりですとか、ちょっと罰が悪いことがあると、人っていうのは反応が起きるんですね。何かを隠そうとしている時っていうのは、ちょっと違った今までと違った反応が出てきます。文章も言い訳がましい文章が長々と書き連ねられてたりですとかするので、ちょっと口数が多かったり、罰の悪い質問をした時になんかいつもと違うって思った時は、彼氏がいたりとかする可能性があります。なのでぜひこの一つ目、土日相手の休みね、相手の休みになかなか会えない。そして二つ目、質問ね、これは確信に迫った質問に対してじっと目を見つめる。確信に迫った質問に対して口数が、文章の量がやたらに多くなる。この三つがね、もう全部あったら結構黒の可能性は高いので、ぜひ女性の嘘というのを見極めて、その見極めた上であなたがどうするかっていうのを決めていくといいと思います。嘘ってみんなつきますから、あの小さな嘘から大きな嘘まで、その上であなたがどうしていきたいのか、それが一番大切なことですし、もしかしたら自分がそう思ってもそうじゃない可能性もありますので、そこはあなたがどう感じて、あなたがどう判断していくかっていうところがね、一番大切になってきます。なのであなたは嘘を見抜いた上で一番幸せな行動をとっていただければと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つのモテる動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。ゲリラライブもやってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。